働きながら運動できるアルバイトランキング。どうも、アルバイトチャンネルの澤崎です。アルバイトチャンネルの清水です。今回は働きながら運動できるアルバイトランキングです。体を動かしながらお金を稼ぎたいという方におすすめのアルバイトをランキング形式で発表していきます。このチャンネルでは他にも様々なジャンルでアルバイトに特化したランキング動画がアップされているので、そちらもお見逃しなく。働きながら運動ができるアルバイトランキング、早速第5位の発表になります。はい、第5位はポスティングです。よっポスティングね。ポスティングわかりますか？チラシとか出てくる。あ、そうです、そうです、そうです。チラシ配りのアルバイトですね。派遣会社経由で始めるものもありますが、店舗や会社のスタッフとして採用される場合もあるみたいです、うん、また歩合制と時給制に分かれていて、配布枚数で時給が決まるのが歩合制になります。だいたい1枚投函ごとに5円が相場だと言われています。これさ、でも思うんだけどさ、その歩合と時給でしょ、うん、どっちも結構なんかデメリットとか働かせてる側としては困るよね。例えばだって歩合だったら1枚じゃ5円でしょ、なんか分かんないけど100枚くらいどっかポストにドンとかさ、まあ、今日ゴミ箱これでゴミ箱捨てるとかさ、それでも稼げちゃう、うん、時給は時給でどこで何やってるか分かんないから、で割とその信頼関係というかそっち目線で考えるんですね。そうそうね、なんかこれポスティングの仕事をね、なんか難しいよなって思う。いやでも確かに雇うのって結構厳しくない？サボろうと思えばいくらでもサボれそうなアルバイトですよね、うん、大体の人は分かんないけど、まとめて捨てちゃってあとパチンコしてんじゃないの？いやでも結構聞きますよね、うん、まあでも、うん、自分の自宅のポストには結構いろんなチラシ入ってるから、まあ割とは真面目に、やっぱ日本人のいいところなのかもしれないね、真面目に。アパートやマンションなど密集地だと効率よく稼げておすすめじゃないかなって思います。地域によっては日給が1万いくところもあるみたいです。ああ、意外と稼げるんですね。意外と稼げるみたいですね。はい、ということで続いて第4位の発表になります、はい、第4位はジュル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 ポン、倉庫スタッフです。よ、倉庫スタッフ。倉庫スタッフです。よく出てきますね。そうですね、アルバイトチャンネルでも紹介しているんですけど、倉庫スタッフはいろんな業務があって、中でも体を動かすのはピッキング業務になります。広い倉庫内を歩き回ってピストン通りに商品をピッキングしていく作業になります。中にあるビールワンケースなど10キロ近くのものをいくつも集めて仕事をすることもあるので、体が勝手に鍛えられるとか。時給は時期によって違うみたいですが、普通は1000円前後で、年末年始だとプラス200円と言われています。うん、なんか言ってましたね、稼げる時期が違う、夏とかお盆の時期とか、まあ、正月の時期は稼げる。休みの日に体を動かしながら働きたいなっていう方には結構おすすめなんじゃないかなって思います。はい、続いて第3位の発表になります。第3位はみんな大好きイベントバイトイベントスタッフのアルバイト、人気ありますね。はい、人気も計り知れないですよ。仕事内容は様々あるんですけど、ライブコンサートのスタッフだったり握手会のスタッフだったりがありますね。いやこれだって人気ですね。めっちゃ人気ですね。でもこれ体鍛えられるんですか？そうなんですよ、イベントスタッフ。環境によってはですね、イベント会社の社員さんに呼気を使われて集中に走り回されることなんてあるみたいなんですよそっちで、なんか筋トレとかそういう鍛えられるというよりは酷使されるから辛いってことですね。仕事が辛いから体力に自信ある方はいいんじゃないかな、うん、いいのかちょっと悪いのかちょっと微妙なとこですけどねまあでも人気あります。人気ありますね。日給もかなり良くて1万を超えることも珍しくないみたいです、うん、まあ、運よく好きなアーティストさんのライブで働けたらまさに一石二鳥なんじゃないかなっていうのはありますね。お金もらえてね、好きな嵐のライブが見れてね、見れるかは分かんないですけど、背中で感じれる、もしかしたらね、近く通るかもしれないから、ハッピーラッキーなハプニングがね、あるかもしれないので、結構これはいいんじゃないかなって思います。おすすめだし、僕たちがおすすめしなくても人気ある、もうずっと人気あるランキングに入れなくても知ってますよね。はい、ということで続いて第2位の発表になります。第2位はジムのインストラクターです。いやこれはこれ2位です、2位ですか？2位です。1位じゃないですか？1位だと思いました。1位だと思ってた。いやまあ確かにこればっかりは1位だと思ってた。体動かせてアルバイトできてって、一石二鳥のジムのインストラクターなんですけど、なんならこれしか思いつかなかったぐらい。あ、本当ですかこれだろうなっていうのはこれ超えるものがまだランキングを聞いて思ってた。そうなんだね。そうなんです。
仕事内容は決められた日時曜日に会員の方に向けてレッスンを行うというものです。ワンレッスン30分のものがメジャーで、筋トレや有酸素運動などを教えるものです。その他の業務は受付器具の使い方をレクチャーしたりするみたいですね、まあ、これ結構いいですね。ざっくり構成でね、あのなんかアルバイトをやったらジム通い放題みたいな、ね、できましたね。本当に体鍛えたい方には向いてるんじゃないかなって。環境がいいなって思いますよ。その前のなんかその酷使されるとかさ、なんか外で結構なんか働かなきゃいけないとかって暑かったりとかする、ジムの中ってやっぱ快適な温度保たれてるから、確かにそうそう、働く環境がいいって鍛えれて、いや確かに、あと噂によれば出会いもめちゃくちゃあるあるらしい、綺麗なお姉さんになったりらしい、はい、ということで1位は何だと思います？ジムだと思ったんですよ、ね、ジムだと思ってた。え、じゃあジムよりも鍛えられる、これはジムよりも鍛えられる、率直に鍛えられますね。鍛えられるし疲れるし、疲れる、大変そう、大変そう、ジムよりも辛い、はい、大変そう。あ、これは分かったかもしれない。うちのチャンネルに結構多分前も出てきたことあると思うんだけど、引っ越しのバイト、違いますね。違う、違うんですよ。本当に結構自信あって、でもちょっと似てるかもしれない。辛くて。第1位は土木建築のアルバイトになります。そういうことね。あ、確かに言われてみたら、いや、きついですよ。いや、きついきつい、めっちゃ重たいもの持ってるの見るし、まあ、引っ越しもまあ、似たような感じですもんね。引っ越し入ってなかった？入ってないです。めっちゃ鍛えられそうだったけど、ちょっと真偽ですね、これは。真偽ですか？真偽ですね。はい、仕事内容は、初めの頃は清掃や組み立てなどの作業になります。慣れてきたら木材の加工や技術が求められる仕事が増えてくるそうです。稼げるって聞いた、これは。そうなんですね。そうなんですよ。日給の相場が1万以上と高く、日払いの会社が多いのも魅力の一つなんですよ。その場でもらえるって言いますよね。まあ、しかもなんかって僕若い時、本当に20歳くらいの時に友達出演やって、月にめっちゃ稼い40万近く稼いでる人、そんな、その年でそんな稼いでる人周りにいなかったから、もはやもう自分の仕事ですね。そう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 、ランキングの中でもダントツで聞かれるアルバイトになるんじゃないかなって思いますね。確かにね、1位、これが1位か。確かに稼げて筋トレもできる、辛い。そうなんですよ。でもね、なんかあの雨の日とかは仕事なくなるって聞きましたよ、僕。あ、そういうのもあるんですよ。仮に午前中でその日の業務が終わったとしても、きっちり決められた日給が支払える、うん、時給じゃないところの良さここだよね。時給はね、ちょっと仕事早く終わっちゃったら稼げる額が下がっちゃうけど、日給だったらね、もう早く終わったらその分、ね、本当にあの日でって感じですね。そうそう、個人的に私はジムのインストラクターいいっすよね、ジムで、ね、やっぱジム通えるのもいいし、環境がいいのが一番。結構ジム代って高いじゃないですか、通われてると。なので本当にジムに行きたいなって方は、ぜひジムのインストラクターを個人的におすすめかなと思いますね。それでは本日は、働きながら運動できるアルバイトランキングでした。バイバーイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。またね。